お久しぶりです。お元気ですか。はい、お邪魔します。ーどうですか最近は体の調子の方はいい感じで。あ、座ります。すいません。あちょっとえー、っとえー、っとあのあとあのどのぐらいあの毎日やってますエクササイズとか。 何もちょっとダメだったでしょやってないでしょうやってた。No. お腹はどうですかうぐーってなって。ちょっと姿勢が良くなったりとか感じます?。あ、よかったです。じゃ、ちょっとね、今日はですね。前は仰向けでやってたんですけど。今日は立って、えっと、足とか腰とか。 そこを、ね、鍛えていきたいなと思いますで最終的にちょっと背中の方をグーッと引っ張ってしなやかな体に近づいていこうかなと思いますのでよろしくお願いしますじゃあいきましょうかあの今回は仰向けじゃなくて立って行いますのでちょっとバランスをですね支えるためにこちらでちょっと使ってもいいかな あいいじゃそしたらちょっとソファー、ね、あの移動させてもいいですかねこれを向こう側にいいですかねあいいですかじゃちょっと移動しますあ行いけますいけますあ力あるじゃないすごい体幹ですよ体幹体幹はいそのままですねで今日はその体幹をねもっと <laughs> 鍛えていくんですけども今日持ってきたものあるんですよ実は実はですね 今日こういっったたもののを持ってきまし0.5ダンベルですねこちらをちょっと使って二の腕ですねこちらねちあの,あのここ結構垂れてきちゃう時はあるじゃないですかねここねここをねちょっと引き締めてこれを使ってやっていきますのでお願いしますではですね立ち上がっていただいてそのままこちらでお願いしますでちょっと見ててねまずかかととつま先をこのようにくっつけますね で、かかとをくっつけた状態、つま先をペコンってちょっと外側に回します。で、つま先立ち。で、お膝を軽くつま先の方に曲げます。で、この時にかかとが離れないようにかかとをくっつけますね。で、左、あの、片方の手ではこのようにね、バランスをね、体幹を保つためにこのまま。で、片方の手で前。これね、ダンベルでもペットボトル500ミリリットルでも大丈夫です。そのまま何をやるかというと、膝をつま先の方に曲げては、ちょっとだけ伸ばす。 完璧に伸ばさないでくださいね。曲げた状態で、下、アップ、下、アップ。これを10回やります。10回やりましたら、その後、ゆっくりと下の方で10秒キープします。お尻プルプルしていきますからね、こので,で、そのまま、下にキープした後に、今度は下の方に、下に向かって10回いきます。ゆっくりね、10回やりましたら、またキープします。ちょっとこれをね、行っていきますので。 やっていきましょうかはいではですねどうぞこちらへどうぞはいいけますねそうですねまず手手じゃなくてね足からいきましょうか <laughs> で,ですねはいでこの近くに行ってまずかかとつま先をこうやってくっつけてつま先あそう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 でかかと中心つま先ペコンドはいでそのままつま先立ちになって左手あ右手片方の手もうちょっと前の方に。 体の前の方で。はい。で、膝をこうやって曲げて、膝曲げて、そう。で、この時に、かかとくっつけて、かかと。<laughs> 大丈夫ちょ、このポーズやらないもんね、日常生活じゃね。そうですね。で、かかとがちょっと低いので、高くちょっとだけ。はい。<laughs> 大丈夫ですかもうすでにエクササイズになってますもんね、これね。<laughs> で、二の腕よ、二の腕。 はい、そのまま肩の前にこのまま伸ばしていただきます。で、これ縦になったままずっとキープして,てください、このままね。ケー。そのまま何をやるかというと、いいですかはい、そのまま下にダウン、エンドアップ、ダウン、アップ、かかと、かかと上げなさい。そうよ。もう一度、え、ダウン、エンドアップ、え、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、 じゃあアップ、で十10回なんですけどね。今何回やったかね、ちょっと忘れちゃったので、あと3回。<laughs> はい。え、2、かかとアップ。1、え、下でキープ。はい、このままキープします。キープしててね。ちょっと直します。はい。はい。はい、アップ。かかとアップです。ああ、プルプルしてますね。はい。 大丈夫 <laughs> そのまま。はい。はい。あの前回やったらお腹へっ引っ込めたね。前回やった。これ大事だから。しなやかなきに。ここをぐっと入れといてね。はい。これ10秒やりましたら、今度下から、そのまま、下に向かってダウン。n ンドした。エンドジャン。n ダウン。下に、下。下。そうです。下。下。そう。しかかとつかないの。 あげなさい。あげそう。した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 。あしたでキ、キープ。あかかげなさい。ほらあげなさい。あしのまま10。9。8。7。6。5。4。3。2。1。あ、リラックスしましょう。お疲れ様でした。どうでした 結構ももとかねふくらはぎとか足の裏の筋肉ってね足の裏の筋肉ってあんまり鍛えることないんですどそういった筋肉を全部鍛えることによって姿勢をまっすぐにしてしなやかな体に導きますねこれ大事な筋肉ですので、ね、ちょっとね覚えておいてくださいねはいそれでは2つ目のエクササイズいきます両手をですね棚の方にこのようにね置いていただいてかかとつま先をくっつけてつま先をぺこんと開いてつま先立ち お膝を軽く曲げる。さっきと同じですね。このままですね、何をやるかというと、片方の足を上げていただいて、これをですね、そのまま後ろの膝を伸ばしては曲げる。伸ばしては曲げる。これを10回行います。10回行いましたら、今度は反対側ですね。伸ばしては曲げる。これをやるんですけれども、下のね、かかとがつかないようにかかとを上げること。あとお腹を引き上げること。 引き上げることによって、しなやかにね、こうやって長く縦長に伸ばされますの筋肉。これすごい大事な要素ですね。やっぱ前回やったやつですね。これをキープしたままやっていきましょう。OK ですかではどうぞ。はい、棚の方に来てください。で、両手をね、このまま置いていただいたら、そのまま先のポジションに行ってください。つま先上げて、かかとをくっつけてお膝曲げます。そのまま右足上げて。 はい、このままいきますよ。はい、伸ばして。はい、曲げる。はい、お腹キープしてください。え、3回目、ポン。え、4回目。ちょっと膝が落ちてこないように、こうやってね、膝上げたまま、そこだ気をつけてね。はい。え、た。え、7。8、グッと伸ばし。え、伸ばして、9。 え、じはい、伸ばしたら、そのまま下ろして、今度反対側いきます。かかと上げてね、かかと。はい、そのまま伸ばして、up。え、two。3回目、three, and four。あ、この時に足がこっちに行っちゃうとね、犬のおしっこみたいな感じになっちゃうから、あの、背中の真後ろでやるで、これね。そうすると背中引っ張られる。はい。 and 7お腹 and 8お腹9 10はいゆっくりと下ろしてください結構これきついのよ。 こっち,がちょっとハハしちゃったねすみませんねどうでしたかお尻のね中の筋肉はピリピリとかあの感じることもあるんですけれどもそれはいいことですよ股関節の周りの筋肉をねあのちゃんと使っているのでとてもいいことなのであのこれを続けてみてくださいねはいじゃあピリピリしたあのお尻の筋肉をちょっと伸ばしていきましょうねそのまま両手ねさっきと同じですでこのようなねあの足の足の 形にします。三角定規ですね。三角ちょっとやってみてください。このように三角にして。そうそうそう。はい。で、前の方に引っ掛けちゃって。で、お膝を曲げちゃいます。で、曲げた後にそのまま後ろの方にお尻をこうやってでっちリする感じみたいに、ね、ぐーっとやると、あの、筋肉が伸ばされます。ぐーっと息吐いて、奥歯の力もね、抜いてね、お願いします。ふーっと。で、覚えてる ?20 秒ですよね。 20秒以下になるとエキササイズになっちゃうから、はい、なるべくこのままですね20秒キープしますねでそれが20秒できたら今度反対側になってちょっとやってみてそのままですね反対側の三角上規でお膝を曲げてでお尻を後ろの方にグーッと引いてふーっと20秒間ですねなんかお腹が空いてきちゃったねな,なんかあれ お腹が空いてるんだよね。<laughs> えっとあれ野菜ですか？食べるのは結構野菜ね。いいですね。で、タンパク質は摂りますか？炭水化物は？バランスがいいですね。いうことなしです。<laughs> でもすぐにね。タンパク質取るといいって言われてます。結構筋肉、いい筋肉をね。つけるためにはね。30分以内に取るといいって。あのよく言われますので。 もしもできたら、なんかタンパク質系ね食べてみてくださいね。はい。聞いてる？飽きてるね。あ、はいこって。20 <laughs>、ね、秒経ったよね。やめましょう。はい。オッケー。なのでですね、まあこういったトレーニングをですね、なるべくあのマイペースでなんですけれども、できたらねあの続けることがすごい大事なので続けてみて家で。 でまた次どうなってるか次の段階ありますので是非ねこれをやっていくとしなやかな筋肉しなやかな課題になっていきますので必ずですね毎日やってみてください。OK かなああありがとうございます。じゃあ頑張ってくださいね。